チャリンチャリンだから。毎月。だってそうでしょ？一回回線をね、契約しちゃったらですね、解約しますか？すげえめんどくさくないっすか？どうも皆様こんばんは、セゴリータ3世でございます。さあ今日はですね、楽天モバイルのプラチナバンド開始がいよいよ決定というのがありましたので、そちらに解説していきたいと思います。楽天モバイル僕も使い始めてどれくらい？もう3年ぐらいですか。電波はねもう全然ダメですけど、通信費はぐっと安くなったんで非常に満足しております。壁を通り抜けられないとか、まあ、いろんな問題があって、まあ、いわゆるプラチナバンドですよね。いい電波っていうものがなかったわけですよ。まあそれでもね600万回線とか来てるから、まあ相当すごいんだけど、そのプラチナバンドがですね、去年の末ですかに割り当てられますよっていうのが決まって、まあ待機幅としてほんとちょっとなんだけれども、いよいよそれがスタートということでですね、そちらを解説していきたいと思います。それと後半にはですね、アハモの面白そうなサービスもあるんで、そちらを解説していきます。でこの部分だけ取れてなかったんで、ちょっと再録していますよ。この後は髪型が微妙にね変わりますけど、皆さんお気になさらず楽しんでくださいね。というわけで行ってきましょう。というわけで、プラチナバンドをですね、今年の5月ですに導入するということで発表ですね。楽天新春カンファレンス2024の時にですね、説明したみたいですよ。で、昨年末にね、楽天モバイルはですね、回線が600万突破したということで、いやー、素晴らしいですよ。目標は1000万回線かなっていうところかなっていうふうに思いますけれども、もう3強ですよね。ドコモ、au、ソフトバンクっていう超巨大企業がいる中でですね、600獲得できたと。もういよいよ厳しいんじゃないかとかいろいろ言われてましたけれども、それでも奮闘していると。奮闘というか大健闘ですよねと言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。でちなみにですね、2023年9月末における各社のですね累計契約数ですけれども、 NTT ドコモがですね 8850.9 万、 KDDI がですね 6994.7 万、ソフトバンクが5395万回線ということで、各社のおよそ10分の1ですよ。弱小も弱小っていうところだけど、まあでもね、3社はですねプラチナバンドを持ってるから、どこ行っても繋がるし、壁だろうとマンションだろうとなんだろうと全然余裕で行けるから、そういう意味ではですね、まあ、チートというかですね、肩を並べて戦うっていうのは、まあ、もうそもそも難しいんですよ。それがまあ5月になってようやくスタートっていうことなんで、4大キャリアになるわけです。いよいよ本格的に。で少しずつですね、まあ、いろんなものを改善していきますよとか、基地局で、ね、継続的に作っていきますよとかって言ってるのもあって、ちょっと入るようになったかな。ちょっとは我が家もですね、まあ、うちみたいな一軒家ですよ。でも入るようになったなっていう風には感じますね。もちろんどでかいものですよ。例えば病院とかですよね。うわーもう全然ダメだけど、他のところはね結構入るようになってるんですよ。今後ですね、このプラチナバンドがバーンと、まあ、多分東京とか首都圏内ですよね、または地方の大きな都市、大阪、福岡、札幌とか、まあ、その辺ですかね、はプラチナバンドの恩恵を受けることができるんじゃないかなっていう風には思うんで、まあ、すごく羨ましいなと。でもすごいですよ、楽天は。楽天モバイルが始まった時はですね、もう鳴り物入りでですね、日本の携帯料金は高すぎるっていうのがあったじゃないですか。事実そうなんですよ。やっぱ3社が独占っていうか、まあ、河川してるって言っていいのかな。それぞれがなんとなく同じぐらいの金額になるようにしてますよね。まあ、各社の契約数も、まあ、ドコモは多いけれども、まあ、その他は、まあ、大きく逸脱してないというか、ちょうどいいぐらいに割り振ってるから、それぞれしっかり利益を獲得してるのが事実じゃないですか。なのでその辺うまいことね、まあ、計算してるか分かんないけどね、ちょうどいい足並みをまあ揃えてるっていうところだったのを、楽天がいよいよ参入するわけですよ。だってこの業界ってさ、すげえメリット多いもん。基地局をですね、バーってある程度立ててですよ。で、サービスをしっかり開始できる状態にしちゃえばですね、チャリンチャリンだから。毎月。だってそうでしょ？一回回線をね、契約しちゃったらですね、解約しますか？すげえめんどくさくないっすか？例えば電話番号を変える云々でも、ナンバーポータビリティですか？があるから、まあ変えてもいいかなっていう状態にはね、各社変えてもいいかっていうふうになってるけど、携帯電話そのものを解約するっつうのは、まあしないじゃないですか。それやったらって連絡取れなくなっちゃうし、仕事にならないし、家族とも連絡取れないとか、もう今やですね、必需品ですから、日本人及びまあ世界の人がですね、これがないと生活できないぐらいのレベルになっている、もう令和のねマストアイテムと言っても過言じゃないぐらいのものだから、一回契約しちゃえばまあ解約しないっすよ。僕も解約するってなっても、
でもなめんどくさいしなみたいなものが先に来るから、そういう意味でやっぱりね先行超有利なんだよね。今後携帯電話は伸びていくんだ、固定電話ではなく一人一台電話を持つ時代が来るんだっていうのをちゃんと先読みして、しかもスマートフォンがこんなに普及するってのは全部分かった状態で、何もない荒野をね開拓していったパイオニアですよ、文字通りの企業はやっぱ強いんですよ。で一回作っちゃえばですね、まあ、毎月パンパンって入ってくるわけだから、すごくいい商売ですよね。でもちろんライバルはいくつか出るけれども、まあ時々ですね広告売ったりとかキャンペーンやりますよとかっていうのをやれば、何か大きくですね投資をしなきゃいけないってことはもうないから、すごく事業としては賢いんですよね。なんで後になればなるほど強くまた立たなきゃいけないとかデメリットはすごく多いから、大変じゃ大変なわけですよ。でもそこにあえて挑戦してるわけで、もちろん電波が全然ダメだったりとか、まあひでえなと思うところありますけれども、でも僕はね料金が10分の1ぐらいになったんですよ。通信料が、通信料って別にかかってもしょうがないものだし、いらないなっていうか、そういうものでもあるから、個人的にはこれで全然問題ないよなっていうふうに思ってるんで、すごく満足している。でプラチナバンドになればですね、まあ、出張とか、まあ、何か行く時にもですね不自由なく普通のキャリアと同じように使えるっていうなればさ、結構移動する人が出るんじゃないかなって。しかも法人だよね、一人一人の顧客よりは会社とかでですね、今はリモートとかっていうのが当たり前になったから、バーンと仕事中なんですっていう場合にはまとめて契約しておいて楽天で納めますとか、結構ねギガが足りなくなっちゃうみたいなものもあるらしい、他社の場合は。でもこれだと一発でいけるっていうか無制限だから、すごくいいんじゃないかなと。まあ、会員が増えてきたらまたサービスを変える可能性はあるけれども、でも魅力はすごくありますよね。ということで5月以降ですよ、もしかしたら大きな変動、まあ、1000万を一気に行くか、1000万行くということはですね、どこかの会社の契約数がぐっと減るということになるので、競争が激化しますからね。どうなるんでしょうか、この寡占状態だったものがですね大きく崩れるのか、すごい楽しみなんで、こちらは今後もね見届けたいなっていうふうには思います。ということで次はですね、アハモの光10ギガ、これがですね開始されるっていうことで、これはものすごい心動いてますよ。僕はですね楽天光に入ってんですよ。楽天モバイルと楽天光を一緒に使うと1年間基本料金が無料っていうキャンペーンがあったんですね。あ、いいじゃんと思って入ってですね、そのまま使い続けてるんだけれども、もう2年縛りが終わったんですよ。で今月中だったかな、来月中に解約すれば OK みたいな感じになってるんで、ちょうどベストタイミングなんですよね。でこの10ギガですよ、この間ナス組んだじゃないですか。でうちは賃貸なんだけど1ギガ制限なんですよね。まずパナソニックのまとめてネットですね、これも早く10ギガにしてほしいんだけれども、まずそれに制限かかってるのと、多分家の中に通っているものがですねカテゴリー5だなと思うんだよ。10ギガの高速ナスを組む時にもうまくいかなかったんだよね。カテゴリー5でもなんかいけますよみたいなコメントもあって、実はそうなんかなと試したらやっぱ無理だったんで、この恩恵をですね 100% 受けるにはパナソニックのまとめてネットギガを変えて、 TP リンクとかの10ギガのものハブをですねそこに設置して、家の中に通ってる LAN をね全部それに変えればいいんですよ。結構大分かりなんですそれがねどうなんかなっていうふうに思うんだけど、でも安いんですよ。月額5610円なんですね。これはなかなかなくて、2年縛りというですねものはあるんだけれども、例えば高速インターネットで有名なニューロ光ですねの場合にはですね、10ギガで契約期間なしの場合にはですね8300円なんですね。それが3年縛りになるとですね5700円になるんですよ。だからやっぱまあ縛っていくっていうのが料金安くするコツなのかなっていうところであるんだけど、でもこれでもアハモの方が安いんですよ。すごくいいなって。まあいいんだけど、その恩恵を受けられるかどうかになるんで、また大家さんにね相談して、俺も自由自在だからLANケーブル変えたいんすよねとかっていう話をしてですね、工事費をちょっと負担して、でそれで10ギガにしてもいいかなって思ってるぐらい、個人的にはねすごく魅力的だなっていう風に思ってます。まあこの家しばらく住むからね。なのでですねアハモですね、そちらもね頑張ってるので、それもすごく魅力的なんで、気になる人はですねそちらはね3月1日からスタートするんで、加入してもよろしいかなということで、いろいろ説明したものは全部概要欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてください。そんな感じ、楽しいですね。春に向けてですね、いろんな会社がいろんなサービス動き始めてるんで、今後どういう風になるのかすごく楽しみ、引き続き追っていきたいと思います。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。